ちは。初見さん、こんにちは。ありがとうございます。ちょっと今な鐘が鳴った12時の鳴ったね。なんかちょうどさ、今日暖かくて、ちょうどパンちゃん、マメちゃん、2人で並んでるからちょうどよかった、見えるから。はじめまして、こんにちは、ありがとうございます。2人で並んでるの、あんまりないからよかった。昼時だ、そう、昼時だよね。そう、ツーショットだよね、本当にこれね、ちょうどいい、ちょうど画面の中に入ってる位置でちょうどいいね。かわいい、ありがとうございます。かわいいですね、ありがとうございます。そっくりだよね。これワンちゃんとマメちゃん、画面上で左がどっちかわかりますか？わかるよね、だいたいね。左がね、左がどっちかわかるかな。画面を見て左側がこっち向くと。そうそう、豆ちゃん分かっそうです。左が豆で右がパンです。鳥の声すごいよね。昨日もそうだったんだけど、今日ね、昨日より天気がね、晴れてないっていうか、昨日の方が天気良かった。今日の方が曇ってるけど、でもすごくあったかい。あんまり晴れてるとさ、左マメちゃん、右ファンちゃん、そうです、当たりです。あんまりさ、昨日さ暑すぎて、日陰に行きたがってたから、猫さんが。だからちょうどいいかも。日本製のマメちゃん、そう。よく知ってる。ありがとうございます。いつも癒されてます、ありがとうございます。マメちゃん、爪とぎ始まっちゃった。外、何嗅いでるんだろう。うん、草の。マメちゃん、どうしたの？マメちゃん。マメちゃん、どっか行くのかな？ワンちゃん、本当になんか気持ちが良さそう。あ、こんにちは、こんにちは。なんか鳥の声がさ、すごい聞こえて、のどかな感じ、すごく。掃除機の動画ね、あれね、そう、 TikTok とかですごい、なんかね、再生されてね、それでね、インスタの方にも出してあるので、見てください。いい顔だね、パンちゃんね。何にもね、やらないで、こういう配信ってどうなんだろう。パ
ワンちゃんがね、もうさっきね、コンクリートのところでまたゴロゴロしたから、すごい砂だらけになってると思うんだけど、12歳かな、ワンちゃんとモムちゃん、今年13歳です。あーみちゃんこんにちは、ありがとうございます。今年13歳です。夏でね、プロフィール欄のところに何年生まれっていうのを一応載せました。お天気ね、意外と意外とね、なんかちょっと曇りって感じだけど、すごいあったかい。のんびりのんびりだよね、ワンちゃんマムちゃんずっといて。他の子もいるんだけど、他の子はお家の中に、まっちゃんもお家の中にいるね。もうちょっとひな、ここで遊ぶというか、ひなたぼっこというか、やってから、豆さんがなんか外をずっと見て、外っていうかずっと見ている感じかな、だいたい。あっち行ってさ、コンクリートのところにコロコロするのが好きなんだよね。みんなやんちゃん配信もいいけど、落ち着いた猫の配信もグッドありがとうございます。まっちゃんはやんちゃだからさ、まっちゃんは面白いよね。マメちゃんさ、どんな？マメちゃん、マメちゃん、まあここのいつもね、このコンクリートのところにいて、すごいね好きなんだよね、ここが。なんかマメちゃんね、ワンちゃんも好きだけど。ワンちゃん、ワンちゃん今日はこっちだね、いつもあっちにいるのに。あ、また見て、ワンちゃんまた香箱座りしてる。マメちゃんの方が気になるのかな。ちっちゃい麦がいた、ほら麦さんがいたね。まっちゃんも来た。小さいグループはさ、お家の中にいるから、もうちょっとしたら小さいグループのところに入るからね。香箱座り、香箱座りかわいいよね。パンちゃんいつも香箱座りしててさ、似合うんだよ。ほら見てこれ、手がさすごい、これパンちゃん、あ、ごめん、パンちゃんの手出ちゃった。ごめんね。せっかくやってたのに。パンちゃん手出したね、パンちゃん手出したね、手出しちゃったね。ワンちゃん、ワンちゃん声出さないで泣いてます。
ワンちゃん今日は声を出していません。すごいリラックス、ワンちゃん。眠そう、すごい眠いね、パンちゃん。今日も眠いね、今日もね。いつも眠いけどね。サイレントお返事。サイレント、サイレントニャンだからね。いつもやってるね。あ、また始まった。コンパクトだ。本当に眠くなっちゃうね。マメさんが、マメさんの方を見ています。パンちゃんがなんかたまにね、地域猫さんがね来てるんだよね。真っ黒いね、地域猫さんが。それで家の中でみんなわーわー泣いて、その地域猫さんがさ全然泣かないで、多分飼われてる猫なのかな、あれ。まるまる太ってさ、それでその猫がさ全然泣かないで、なんか仲良くしたそうなんだよね、うちの子たちと。だから結構ね、ここら辺地域猫さんが外に来てます。鳥の声すごいね、聞こえる。鳥の声がすごい聞こえる。そう、庭に来る。庭にも入ってくるよ。地域猫、地域猫さん。野良猫って言っちゃいけない。いや、言わない方がいいんでしょ。だから地域猫さんって言ってるね。なんかなんかね、あれまだ子供なのかな、黒い猫。結構ね、うろうろしてる、うちの周りをうろうろしてる猫さんは、真っ黒い猫さんが1匹と、あと白黒猫さんが1匹と、あとね、なんか何匹かいるんだよね。耳ピンってしてるね。もう耳がピンって。マメちゃんこっち来て、マメちゃんおいで、こっち、マメちゃんおいで、マメちゃんおいでって言っても来ないからね。春になると花咲蝶々や他の虫が出てきて楽しい時間。そうそうそう、お花とかね、今全然さ、ここ庭がさ、すごいさ、殺風景でさ、申し訳ないんだけど、また花とか、あと野菜やってたじゃん、うち。ナスとかさ、外寒くないですよ、全然今日。寒くないです。野菜とかさ、やるから、ここのと全然何も生えてないところにさ、きゅうりとか植えるから、そしたらまたさ収穫するよ。それでパンちゃんの毛で作ったお皿に入れてとかさ、そういうのやるから、またパンちゃんのお皿で作ったさ、お皿です。パンちゃんの毛で作ったお皿とかでさ、トマト入れたりするからさ、それまたやりたいね。野菜とかさ、もう高いからさ、
収穫するよ、うちで。のみちゃん入るのかな、もうそろそろ。のみちゃん登りたがってるのかな。あ、違ったみたい。のみちゃん面白いね、今日ね。今日意外と動くね、まみちゃんの方が。お皿、そうそう、まみちゃん今日意外とまみちゃんの方が動くね。意外とまみちゃんの 目の色がさ、収穫配信いいよね、なんかね、あれね、ちょっと新しかったよね。まめちゃんの目の色がね、ちょっとね、あの違うと思うんだよね。あの左がちょっと赤っぽいんだけど、これは動物病院の先生も大丈夫って言ってたので大丈夫だと思います。色素が多いんだろうね、左の方が。あ、画面で左の方が。まめちゃん、まめちゃん、あ、まめちゃんもう汚くなってるよね、ザラザラに。うん、また砂ついたね、ザラザラにね、ついたね、まめちゃん。パンちゃんおいでって言うとこっちに来るんだけど、パンちゃん、パンちゃんおいで、パンちゃん、うん、入るの、もうお家に。そろそろ入る。いや、パンちゃんが本当にさ、その顔がもうなんか、パンちゃん気持ちよさそうなんだね、顔が、横顔が。パンちゃん、なんかさ、鳥の声聞いてるみたい。いい感じのさ、なんか目つぶって横顔がすごいいい感じなんだよね。あ、じゃあ、うん、はい、これね、ワンちゃん、こうやっていつもね、やってあげてるから、うん、これ。うん、ワンちゃん気持ちいいね。と少しさ、こうやってあの身だしなみを整えるのはいいことだよ、ワンちゃんね。あのちょっと砂も落ちるし。いや、でもワンちゃん何やってきた、なんかすごいね、砂がなんかすごい。あの昨日もすごかったんだけど、ワンちゃんの方、なんでパンちゃんは砂がくっついちゃうのかな、そんなに。マメちゃんそうでもないのに、マメちゃんそんなでもないんだけど、あ、全然ついてない。マメちゃんは昨日もついてなかったんだけど、もうこれはもう、あの、あれあれ、エアシャワーやるしかないな。昨日もね、すごいね、パンちゃんだけついてたんだよな、もう本当に。砂がね、ザラザラになってね、あの豆はそんな全然ついてないんだけどね、パンちゃんだけがパンちゃんザラザラしてるね。いや、ザラザラしてる、本当に。パンに、パンちゃん、いつもザラザラしてるよね、変なのさ、くっついてたりとか。ワンちゃん、ワンちゃんさ、なんかあのどっかあの冒険してきた？冒険してきたか、ワンちゃん、どっかで。鳥さん
今通ったね。よしよし。いやもうマミちゃん行くの。あ、はい、入る？入る？いやほら、はい。じゃあ上がって。上がんないの？どうすんの？どうすん？あ、入るの？お家入るな。ほら、まっちゃんいるから。こんにちは、こんにちは。じゃあ早く。じゃあちょっと、かんちゃんさ。かんちゃんのところに。あ、よいしょ。みーちゃん、ほら。よし。これがもうまた大変なんで。もっちゃん出ちゃうから早く早く早く、ほら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 、はい、ほら、よし。パンちゃんはどうすんの？入らないの？向こうから入る？ザラザラパンちゃん、ザラザラザ、こっちのここはもうなんだって、パンちゃんがザラザラなんだよ。ちょっと、いや、よくしょ。いや、じゃあま、えい、あとでまたね、遊ぼう。あとで、あとで遊ぼう。じゃあ、どこ行くの？どこ行くの？パンちゃんそっちいいよ、行かないで。また座るのここに。ザラザラパンちゃん。ザラザラパンちゃん、ね、あっち行こう、あっちあっち、そう、そうそうそう、えらいえらい、いいよ登って、よし登っていいよ、はい、お尻お尻押した、よし、はい。じゃあパンちゃんも大変なんだよねこれ。はい、まっちゃん出ちゃうから早く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 、はい、よし。向こうから入ります。猫が多い、猫が多いからこっちから入ります。疲れた。昨日猫追いを猫追いをしてるから。あ、いるいる、今日はね、今日いる、みんなほら今日いいね、いるね。パンちゃん喉乾いたんでしょ？喉乾いたんじゃないの？何、ご飯なかった？さっき食べたよね。はい、パンちゃん、はい、はい、お水、あ、麦さん珍しいっていうこと言ってるから、はい、麦さん、麦さんくつろいでるね。パンちゃんこっちで待ってる。パンちゃんさ、あの待ってる、ほらまた、そう、今日みんないる。まっちゃんもここにいるし、まっちゃん、まっちゃんもいるし、そ、あ、しまった、まっちゃんの尻が、お尻が、ブリケツが、まっちゃん、まっちゃん、まっちゃんやっぱりここのさ、椅子好きだよね、このこのさ、メッシュの椅子。珍しい麦さん、部屋についてないかな今日は、大丈夫かな。うん、あ、空もいるよ。
ワンちゃん来た。ワンちゃん来たね。よかったよかった。よかったよ。ワンちゃん来て。向こうだと全然映んないからさ、こっちに来た方がいいよ、ワンちゃん。近いよ、近い。近い近い。珍しい。麦さんもさ、カーペットのところにいるなんて。そらちゃんいます。この丸い中に入ってます。そらちゃんね、丸いのところに入ってるね。みんないる。珍しい、珍しいから。みんないつもこんな感じでさ、朝とか写真撮ってるんだけど、あ、22年生きたうちの猫ちゃんが、あ、老衰でね。22年はすごい長生きでしたね。寂しいですね、だけどね。みんなね、こんな感じで。あ、電気つけた方がいいのかな。電気ね、変えてきたんだよね。やっと取り返してきたからよかった。電気つけない方がいいのか。やっぱね、昨日ねすごいね、明るかったっていうか、昨日TikTok のライブ配信やってたんだけど、部屋の中でもねよく映ったんだよな。画質が良かったっていうか、自然光で外が明るくて、本当に自然光だけでね、すごいよく映れてたから。やっぱりお日様の光ってすごい。あ、電気のちらつき治ったよ。ほら、だって これでさ、撮っててもさ、チラチラしないでしょ。あれがすごいね。あれフリッカー現象って言うんだっけ。それがねすごかったから、あ、これはダメだなと思って、シャッターチャンスでさ、撮りたい時にあれじゃちょっとダメだと思ってね。空動いてるよ。空もしかしたらおしっこするのかもしれない、あそこに。あ、そうでもなかった、よかった。そう、なんかよかっただから、うるさいっていう顔してる。パンちゃんうるさい？パンちゃん、なんかね、そんなにチラチラしてたっていうか、なんかとにかく違和感があったかな。だからもしかしたら故障になったのかも。あ、ザラザラしてる。パンちゃん、エアシャワー行っておいで。ザラザラしてるから。ザラザラパンちゃん一人でさ、ザラザラしてるんだよ。パンちゃんがさ、ここほらザラザラしてる。ザラザラパンちゃん、どこ行ってきたんだよ。拗ねてる拗ねてる。ザラザラパンちゃん、マメちゃん全然ザラザラしてなかったのにさ、ザラザラパンちゃんさ、多分なんか今鼻息してたね、すごい。パンちゃんが、あ、そうこうしてるうちに、あれ、ムヒさんがソファーに座りました。ソファーに座っちゃった。麦さんが一人でさ、一人だよ、一人でソファーに座ってんの。もうこれスマホ横にしたら分かるんで、こうやって一人でこうやってやってます。
まっちゃんさっきこれであの UFO で遊んでた。昨日はねまっちゃんすごかったのが貯金箱がすごかった。昨日はまっちゃん遊ぶ今日も。あこれあのまっちゃん遊ぶまた。昨日ねすごかったんだライブ配信で、あの貯金箱ですごい遊んで激しく遊んでるまっちゃんが見れたんだけど、今日はあこれニョロタね、うちの子これニョロタね、今日は遊ぶかな、ニョロタで。今日は遊ばないかな、ニョロタ。どうだろう、ニョロタで遊ぶかな。遊ぶのかな、ニョロタで。はい、ニョロタ。どうぞ。ニョロタで遊ぶかな。ほら。はい。目光るんだよね、これ、ほら。目光るの。あと、あの、ベロが、ちょっと怖いよね。怖いよね、なんかこのニョロタさ。これさ、私本当はね、あの、赤いやつじゃなくて、あの、緑色のやつがあったと思うんだよね。そっち欲しかったんだけど、なんか赤しかなかったから、赤ってさ、なんかちょっと毒蛇っぽいからさ、なんか嫌だったんだけど、これしかなかったからさ、これにしたんだけど、あ、始まった。また始まった。まっちゃんもね、本当に。でもまっちゃんだけしか遊ばなくなったっていうかさ。まっちゃんも遊びたいのかな。まっちゃん、赤ってね、なんかあの警戒色っていうかさ、あの。毒蛇とかって赤っぽいよね、なんか赤い色あるよね。だから緑色のやつが欲しかったんだけどなかったんだよね。あのまっちゃんはさ、この UFO が動き出すと結構遊ぶから、この UFO はね、それでね、猫さんもさずっと遊んでるわけじゃなくて、あの飽きるからね。それでまた1週間したらまた遊ぶとかさ、あの してる感じ。パンちゃんも遊ぶのかな。パンちゃんも遊びたいの。パンちゃん、パンちゃんなんか遊ばないみたいだから、どれちょっとパンちゃん貸して、パンちゃん遊ぶかな。どうこれ、触ってみるって感じ。なんかこうやってさ、ね、猫がさ、なんかこうやっておもちゃをさ見てる姿って可愛いよね、すごくね。可愛いよね、なんかね、一生懸命見てて。それでだいたい飽きちゃうんだけどね。それでヘビが今動き出したからびっくりしてるんだと思う、ワンちゃんが。おもちゃもさ、これあの途中で止まるんだよね。あの
でなんか自動で、ついたりするみたい。なんか4時間ごとになんかちょろちょろって動いたりするみたいなことを書いてあったんだよな。空がうろうろしてる。空どうしたの空、どうしたの空ちゃん、どうしたの空ちゃん。まっちゃんしか遊ばないね、やっぱりこれもね。うん、空のどうしたんだろうね。なんか空さ、足があるときはもうこの家のパトロールをする猫だったから、パトロールをするのが本当に日課だったから、今よりもっと。でも今でもこうやってうろうろしてパトロールしてるから、空は、うん、うん、パトロールね、空ずっと やるんだよね。あちこち行って外見て、それで外に地域猫が来てたらさ、すごいうなってさ、うにってさこれ。落ちちゃった。麦さんが、麦さんが逃げちゃったから、麦さんごめんね。ミノタと仲良くして。カーペットの上だと全然さ、動かないからね。もうカーペットさ、しかもさ、この毛足の長いカーペットはもうダメ、全然動かないから。あ、ほら UFO がさ自動で止まった。何分、5分ぐらいしたら止まんのかな、多分。確かそうだと思う。はじめまして、お邪魔いたします、ありがとうございます。はじめまして、ありがとうございます。ソラがやっぱりパトロールしてる。ソラちゃんパトロール、お利口さんだね。保護ね、ニョロタさ、なんかさ、他にさ、ニョロタ持ってる人いるかな。みんなのニョロタが見たいな。どういう風に遊んでるか。他のニョロタも見たい。持ってる人いるのかな、ニョロタ。マミちゃん、どこ行くんだろう。ソラがやっぱりね、なんか知んないけど、うろうろしてる部屋の中を。はじめまして、いつも投稿楽しみにしています。ありがとうございます。なんか、マメさんが、暖かいところに行った。今日こんなに暖かいのに。マメさん、日が当たるところに行った。さすがだよね。うん、喧嘩をするな、喧嘩を。うん、喧嘩すんの。
喧嘩して、何喧嘩しんの。あ、タワーとか増えました。どうぞ。増えたの。なんか前のタワーさ、あの傾いちゃって本当大変だった。何やってんの。すごい、ライブ喧嘩。リアル喧嘩。どうすんの。なんで喧嘩してんの。なんで喧嘩になったんだろう。空が やりに行ったよね。なめちゃん怖い。こういうなめちゃん怖い。大丈夫、まめちゃん。まめちゃん大丈夫。怖かったよ今声。喧嘩してそらちゃん、そらちゃん、日向の取り合い。日向結構こんなにあるのにさ、なんかね機嫌悪かったりするとすぐ行くんだよね。そら豆と結構ねちょっとやるかもしれない、いつも。意外と。まっちゃんごめん。まっちゃん遊んでた、ごめんね、全然見てなくて。まっちゃんも、まっちゃん寝そうだね。まっちゃん寝そうだね。今日は寝そうだね、まっちゃん。パンちゃん、ほら。ごめん。怖かった。ごめんね、怖がらしちゃって。はい、パンちゃん、はい。パンちゃん、怖いのかな？怖かった？ごめんね。言っちゃった。ごめん。パンちゃん、まだだったね。仲良くなるな、ニョロタと。ニョロタと遊んであげてね。パンちゃんどこに行くのかな。場所が変わっただけだった。一緒に、そのね、今日は結構ね11時半ごろご飯をちょっと食べちゃったんで、なんかね、だから結構ね、あ、ニョロタね、ニョロタ、あの、セブンズグッドっていうさ、あの、ところで、あの、買えるから、あの、ハイライト、私のね、ハイライトからね、買えるからね、あの、しかも、クーポンとかも取れるから、それで、あの、買った、あの、多分ね、私いろいろ見たんだけど、結構あのセブンズグッドさん安い、すごい。なんかアマゾンとかでもっとすごい高く、あの金額出てたから、セブンズグッドさん安いからいいと思う。ニョロタニョロタ安い。今日のニョロタでね遊ばないのかなって。ニョロタね、あんまりね、なんかあのもっと仲良くしてほしいよね。ありがとうございます。遅くなった小鉄さん、ありがとうございます。来ていただいて、皆さんこんにちは、ありがとうございます。なんかね、ニョロタさ、あの意外とおすすめ。ニョロタも UFO もみんなのニョロタ見たいからね。だからあのニョロタのさ写真とかある人は、あのメンションしてストーリーズで流していただければ、私見るんで、メンションしていただければ。みんなのニョロタ。面白いね、そうしたら。
ニョロタさ、あの動きがさ結構ジグザグ動くからさ、動きも面白いし自動で止まるしね。ニョロタ、ニョロタ疲れて自動で止まるからさ、しかもあのニョロタさ、ニョロタの話ばっかりなんだけどさ、ニョロタさ USB 充電だからさ、あのいいよね、電池の入れ替えもないし。ニョロタ、ニョロタ、ニョロタとパンちゃん、ニョロタパンちゃん怖いみたいだけどね、まだパンちゃんは。あーもうみんな、ねね、寝るところだね。あのそろそろおやつの時間にしようかな。じゃあみんな寝そうだから、ね、今日はパンちゃん来た、来たよ。マメちゃんは？え、来ない、来る？マメちゃんも。マメちゃん来る？マメちゃんは？食べる？早くおいで。マメちゃん、早くおいで。早く。マメちゃん。マメちゃん。マメちゃん。早くほら、こっちこっち。はいはいはい。こっちじゃないと食べらんないよ。おいで。はい。これね、今日さ、このさ、モグリッチっていうやつさ、これもうあと1個しかなくてさ、あのまっちゃんとかはあのあれだな、あのチュール、あのこれすごいあの食べるんだけど、あのなんか全部なくなっちゃってさ、だからさ、あのまっちゃんたちはチュール、チュールしかないねって思って。え、トナちゃんもチュールだね。うん、モグリッチ劇場だ今日ね、モグリッチ劇場いいね、美味しくていいねすごくてさ、もうこれもう好き好きで、よかったね、食べられて。美味しいね、美味しいね。あ、かじって、かじった。あ、もう、何や、なんか全然近すぎて、ごめんね、近すぎて。なんか分かんなくなってるね、近すぎて。近すぎちゃって。鼻にくっついてる。また鼻にくっついてる。もう。ごめんね、いつも下手くそでやり方が。じゃあまっちゃんおいで、まっちゃん、まっちゃんおいで、こっち来ないとあげらんないな、まっちゃん、まっちゃん、まっちゃん食堂にさ、いいよまっちゃん食堂。これはね、なんかあの本贅沢本マグロって書いてある。いつものやつじゃないよね、黒いパッケージ、かっこいい贅沢本マグロだって。まっちゃん、まっちゃんこっちに来てね、えこっち、今まっちゃんを抱えています早く食べないとさ、まっちゃん、あのおじさんに食べられちゃうよ、おじさん猫の子。それでね、麦が多分チュールあんまり好きじゃないのかな来たよ、猫の会来た来た来た、ね、それでさ、まっちゃんって結構さ、いつも思うんだけど口の周りにくっつけるよね、なんか鼻の下とかに。パンちゃんとかと比べると意外とべちゃべちゃになってるっていうか、ほら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 意外と口のさ
あの上顎っていうかすっごいも噛んじゃって、じゃあちょっとパンちゃんもあげる。パンちゃんとかはさ、あのあんまりくっつかないんだけどさ、まっちゃんが結構くっつくことに気がついて、どうやってやればちゃんと綺麗に食べられるんだろう。くっついてるんだよね意外と。ごめんごめんごめん。くっついてるよまっちゃん。それで汚い。あ垂れたか。あいや今日も垂れた、今日も垂れた。あーそれあの結構ね、ほらこういうおやつってさ、あのチュールの方が多分ね、ゆるい、水分多いかな、モグリッチより。モグリッチの方がこれよりベタっとしてるっていうか、でも ほぼほぼどちらも水分なんだよね、こういうチュール系のやつって。だからそんなに、ソラちゃんがもう食べて、もう手が汚いから洗ってきたいんだが、すごい汚れてしまったよ、手が汚くて洗ってきたいよ。どっちも好きだねパンちゃんは、本当にチュール好きだね。そのベタ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 になっちゃった、ベタベタになっちゃったから待ってて。美味しかった？美味しかった？よかったね。よかったね。美味しかったね。やっぱり落ちたやつさ、分かったんだ。落ちたやつ匂いするから。マフェちゃんも落ちたのかな、さっき。多分落ちたんだね。パンちゃんここに落ちたやつあるよ。そう、マメちゃんも多分あれ見つけたんだよ、落ちたの。パンちゃんどこに行くんだろう。やっぱりさ、おじさん猫の会だからさ、この3匹さ、みんなおじさんは日向に行くね。おじさん日向クラブ。おじさんもう特等席だよね、そらちゃんのところ。ほら日向でさ、丸っこい の中でさ、そうカーペットのと宝探し、そうそうそう、もうカーペットもさ、もうほんと汚れるからさ、あれだよ、コインランドリー、この前も言ったけど、コインランドリー行ってきて、洗ってきたのにすぐにゲロ吐かれたからさ。よく知ってるよね本当に、あったかいところ。ほらここのさ、ちょうど窓今さ、ブラインドとか上げてるから、日が入るじゃん、そこのところにさみんな集ってるもんね。みんなもう寝るところだねこれね。よかったねマメちゃんもね、美味しかったね。よかったよかった。おじさん猫の会さ、日向猫の日だこれ今日。みんなよく知ってる。おじさん、そう、うちおじさん猫の会だからさ、この 3匹は、パンと豆と空はね、おじさん猫の会だから、また2010年2012年生まれかな、
この子たちは。だからあのおやつ食べたら次はお昼寝。そうそうだよ。でも猫ってさ、あのもう本当にあれだよね、寝てばっかりだよね猫ってね。寝ることが仕事だよね。うん、私も入りたい、私も入りたいよ。ここでもうごろ寝をしてね、一日過ごすのね、いいよね。またまめちゃんなんか探してるね、宝物を。宝物探してるねまめちゃん。もう寝てるね本当にいつも。もう猫さ、あの大体の時間は寝てるんだよね猫ってね。うん、まっちゃんもね2階のどっかでね、あのこっそり寝てるんだよまっちゃんも、いつも。パンちゃんのところ行ってみよう。パンちゃん眠くなったね。パンちゃん眠くなったね。パンちゃん眠くなったね。寝つき悪いね今日もね。パンちゃん今日も、ね、目つき悪くていい感じ。あのなんかザラザラがさ、あのちょっとなくなったっていうことはさ、あの全部カーペットのところに落としたっていうことだよパンちゃん。パンちゃん、眠いねパンちゃんね。もう寝るか。見てソラちゃんかわいいよ、見てこれ。もうなんか寝ちゃった。足がさここないからさ、ないんだけど、ほら綺麗になってるでしょソラちゃん。これ猫鍋ですね、猫鍋。これこそ、うん、あのここのね、なんかここのお腹がさ柔らかいんだよね空最近。あ、ごめんごめんごめん、すいませんすいませんね、え空ちゃん。空もさなんか喧嘩ばっかりしてるけどさ、あの空もさ、もうストレスが溜まってるんだろうね。足がほら一個やっぱりないのは大変だよ。あ、1時になっちゃった。でもまだ58分だけど1時だよ大体。もう空もさ、あの、あ、でも皆さんお忘れじゃないかな、あのね、ここに麦さんいるよ。麦さんさ怖いよ、顔怖い。ちょっとほらで、ちょっと麦さんこんな感じで。皆さん忘れてたでしょ麦さんの存在を、っていう感じで。あの今日みんないたからよかったね。うん、麦さんねチュール食べないからね。あのたまにいるんだよねチュール食べない猫とか。だからあの、あれまっちゃんが、あ、まっちゃん何やってんの、まっちゃん何やってた、今何やってた。ここでさ、あのなんかあの探したりとかするんだけど、あの美味しいもの。それでさ、まっちゃんのことさ、まっちゃん何やってんのって言うとさ、あのなんかねはぐらかすんだよまっちゃんって。結構え、しれっとしてね、なんかニャーとかね泣いてね、はぐらかしたりするんだよまっちゃん。だから
だから注意が必要です。じゃあ、あのみんな、あのもう1時間ぐらい経ったから、もうあのさよならしようかね。ワンちゃんワンちゃん本当いい顔だね。もうスクショタイムこれ本当に。ワンちゃん、あのじゃあさよならしようか。ワンちゃん、ワンちゃん、お利口さんだったね、お利口さんだったね。じゃあありがとうございました。そう、何にもしてないよってしれっとしてさ、それでニャーとか泣くんだよ。それで、あの可愛い声出して許されると思ってるんで、まっちゃんは。もうそれ何回もね、毎日やってる、それ。まっちゃん、じゃあさようならしようか。ありがとうございました、こちらこそ。またあの来てください。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ切ります。あれ？